しいハンバーガーの店が6店舗、いつもよりお手頃価格で販売しております。皆さんぜひお買い求めください。それではまず1曲目聴いていただきたいと思います。聴いてください。ラブバーガ
どんな人たちが勝つんだろうって見てたんですけど、その、選手の、選手っていうのかな、の情報のところに出身地が書いてあったんですよ。で、私岡山出身なんですけど、岡山にもあの小島オートレース場っていうのがあるんで、結構岡山の出身の選手が多くて、やっぱり同じ地元の出身の選手はすごい応援したいなって思ったんですけど、なんかあのテレビ控室にテレビが置いてくださってたんですけど、なんかあのそのテレビで見るボートレースよりもこの近くで見た方がやっぱり速さとかも全然違ったんで、皆さんねぜひ楽しんでいってほしいなと思います。ということでね、今日はね第2回目のステージになるんですけど、次歌わせてもらう曲が、皆さんと一緒に楽しめる曲になってますので、ちょっと皆さんと一緒にできるところをねレクチャーしたいと思うんですけど、じゃああかりんお願いしてもいい？次の曲は淡路島じゃなくて、ここは浜ヶ崎は夜の8時っていう曲なんですけど、私たちが浜ヶ崎は夜の8時って言ったらマイクを向けるので8時っていう、その簡単な8時という言葉だけを、言っていただきたいと思います。こちらからね、せいって言って、せいっていう言葉を目印でね、言ってもらえたらと思います。作りもむちゃくちゃ簡単なので、皆さんに一緒にこうね、手振ったり、鉢をね、作ったりして、盛り上がっていきたいなと思います。じゃあもう一個言っとく？ここそうですね、曲の、真ん中っていうか、感想とかの部分で、一番は、パク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 っていうのを、私たちから見て、Z なんですけど、皆さんだったら、こっち右右左っていう感じで、パク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 って、そう、Z を描く感じで、一番はハンバーガーをね、食べるこの手、パク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 、そして2番はもぐ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 、そして3番はパクパクもぐもぐとなっています。とても簡単なので、皆さんぜひ一緒にこうパクパクしましょう。この歌はね、ハンバーガーの曲になっているんですけど、まだまだ後ろの方でハンバーガーの方も販売してますので、皆さんぜひ、今の時間だったら3時のおやつかな。そうです、3時のおやつで。あれ聞きますか？え？聞きますか？聞いちゃう？お？聞いちゃおうか。何ですか？じゃあリオちゃん聞いて。お？何でしょうか？ハンバーガー食べてきた！これから。めちゃくちゃ美味しいと思います。もうね、ハンバーガーだけでもめちゃめちゃ美味しいんですけど、やっぱりボートレースを見ながらのこの緊張感の中で食べるっていうのがまたさらに楽しさと美味しさと相まって、マシマシ、ハーモニー、ハーモニー、うまいわ、ったちょっと取られたなみたいな、いい感じで楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは最後の曲に行きたいと思います。ありがとうございます。一緒に盛り上がってください。それでは聴いてください。尼崎は夜の8時。
ください。はい、ビギャー、はい、